皆様こんにちは絵画買取ロ金子でございます今日はこの鉱木について少しご案内したいと思います。先日もですね、あのちょっと中身をお見せできないんですけども、この漆の箱に入っておりますけども、鉱木をお預かりいたしました。まあ、評価しまして、大変いいものだということで、お買い取りをさせていただきました。 ええまあ香木というのはですねもう皆さんご存知かと思うんですけどもあのまあ古い木でですねあのまあ匂いを嗅ぐまあ行動というんですかね可道茶道じゃなくてまあ香りを楽しむ行動というのが中国でも非常に盛んですけどもまあ大きく分けてこの三つがあると言われておりますまあ一つはこういった、えー、白断っていうんですかね。 まあこ亜熱帯のインドとかが原産が多いんですけれども、えー、まああの放っておいてもあの匂いがプーンとするということでそういうあの仏具あるいはジュジュなんかにも使われる香木の一つだと言われていますでそれから鎮香というのはですねまあ、これはあの熱を与えることによってまあ、燃やすとか熱することによってですね香りを発してまあそれを楽しむということなんですけどもまあ、一般的に使われるこの 道なんかの中で香りを楽しむこのチンコの最高級がまあキャラだと言われておりますまあ日本でもですねあの販売されているんですけどもやはり中国に非常に人気でですね日本のいいものは中国人のまあバイヤーの方も買われてですねまぁ、あ、本国持って帰れるられるということもありましてですねが、まあ、今非常に希少な鉱木について価値が上がっております えー、まああの現地、えー、日本でもそうですけども、一応、そのまあ古いもの、もう天然近念物扱いですね、今、まあ取引にも割りと規制があるんですけども、まあこういった古いものをもし、えー、おしらの中から出てきたら、ですね、まあ、ぜひ私どもで一度評価を鑑定をさせていただきたいと思います。まあ NHK のタイガードラマの関係ででも、ですねあの今、非常にその放木ということに対して、あのー、非常に。えー 問い合わせが増えております。ですから、えー、公木、もし、こういうの高いのこういうの安いのというのあ、疑問なものがございましたらです、ね、ぜひ、収稼働までお問い合わせください。絵画骨董買取プロ、公木、ちゃんと調べますので、ぜひ、お問い合わせ、お待ちしております。よろしくお願いいたします。